今回はこちら、ランダムブースターボリューム27を7箱用意したので、やっていきましょう。で、今回のランダムブースターは、7つのラインナップなんだけど、このラインナップすべてを揃えることで、ダイナマイトベリアル、パーフェクトギアの西洋バージョンを組めると。というわけで7つ買ったので、ダイナマイトベリアル西洋バージョンチャレンジやっていきましょう。さて、じゃあ早速ね、1箱目開けていこう。今回はなんかいつもと違うアングルで撮ってますけども。さて、まず1個目何が来るかな。よっ、あーやべ、見えた見えた、あーやべ、ステッカーが見えた。これもいつものことだけど。まあ、でもね、パーツ多いな、よ、どう見ても。どう見てもパーツが多いのよ。どれ誰？いや、これか。どう見てもパーツが多いってことは、もうそういうことじゃんね。ギャラクシーペガシスだね。ちょっとちょうどカメラが影になるな。ギャラクシーペガシス。こういう刻印系あるのあんま俺ステッカー貼るの好みじゃないんだけど。で、ギャラクシーペガシスは、基本的に構成要素とは関係ないけど、危ねえな。ペガシス本体に、パーフェクトギアのパーツはついてないけど、こちらのおまけの方に、ギアがついてると。F ギアと V ギアだね。とりあえず、ギアは1個ずつ出たね。はい、じゃあ2箱目。ステッカー排除。オープン。いた。あ、これもなんか多くね？なんかこれも多いぞ。どれ？これ？あれ？なんか嫌な予感するな。なんか嫌な予感するな。あ、違った。あー、違ったわ。違ったけど、いきなりそっちから出るか。DB システムのベイが5種入ってんのに、そっちじゃない方から引いちゃうんだ。これは違う。これがそうか。テーパード。ぐるぐるだ。はい、出た。これがゾーンダッシュか。ああ。ゾーンダッシュは結構いいよ。ドライバーとして優秀だけど。俺、テーパードは割と、紹介するとき散々なこと言ってるから、あんま好きじゃないのはわかると思うんだけど。どうなんこれ。やっぱテーパードめちゃくちゃすりそうなんだよな。で、こっちのね、ドラグーン V2 の方についてるおまけは、これまたギア、S ギアと、L ギア。この鉄製のギアは塗装が完全に入ってて、他のギアたちも色が違うと。さて、では次開けましょう。3箱目。これ順調にいけば、パーフェクトギア組むのって本来のよりはお金かかんないんだけど、そこは乱暴なので、どうなんだろう。はい、よかった。とりあえずね、袋が多かったらもうその時点で被り確定なので。さあ、ごついな。ぐるぐるだな、そして。ぐるぐるってことはなんか動く系のドライバーだと思うんだけど、なんだこいつ。うわ、切り方下手くそ。おう。バニッシュロンギヌス。あ、なるほどね。あれか、ここのラバー、ここのっていうか全体ラバーか。ラバーがあるから、保護のために硬くね、ラバー。バニッシュって初期こんな硬かったっけ？で、パーツ。よいしょ。出た。ドライバーは赤いモーメント。で、ディスクがネクサスと。まあ、赤色はかっこいいんだけどね。で、3つ目開けよう。ぶっちゃけ、あれなんだよね。パーフェクトギアにするんだったら、アーマー2持ってるやつは出なくていい気もするんだけど。危ない。なんかすごい。全然違うな。圧縮タイプだ。これもぐるぐるなんだ。全部ぐるぐるじゃん。3つ連続でぐるぐるなんだけど、ぐるぐる率高い、今回。先にこっち開けよっか。なんだ。てかもう見えてんな。ベリアルか。デビルベリアル。の、ギガ。くそー、めんどくせえな、これ。の、モーメント。モーメントはバリアントルシファーぶりか？一回再録したっけ？一応レアパーツのね、デビルもまた手に入りやすくなったと。セイバーペルセウスみたいに確実ではないけど、まあ手に入る機会は増えたでしょう。さて、開けまして。あと3箱。これ含めて3箱で。多くないといいな。大丈夫。よし。なんか多くね？もうダメだ、これ。もう袋の多さからして確定的にダメだな、これ。やべ。ドライバーもう出てきちゃったよ。破けて出てきちゃった。はい、まあ、ということで、ペガシスだな。ペガシス。まあ、こっちはいいや、開けなくて。ペガシスなので、V ギアと F ギアか。F ギアに関してはな、個人的な話なんだけど、3回買ってるんだよな。で、はい、あと2箱なんだけど、違うな、これは。なんだろうね。はい。誰だ？誰だ？君は誰だい？白い。アストラルファブニル。ついこの間、アストラルをね、1個ダメにしちゃったんだけど、まあ、その替えが手に入ったと思って、いいな。よいしょ。ドライバーが、ベンチャー。白黒のアストラルいいな。差し色赤。はい、6。さて、最後の1個。はい、じゃあ最後の1個。最後の1個で、ダイナマイト・バルキリーが出れば一応パーフェクトギアは組めんのか。見る。危ねえ、見える。なんだろう、パーツは4つ？あれ？なんか、多くない？どれや？これか。これ、お前、バニッシュじゃないか。じゃが、そっちか！そっちか！いらない方だ。いや、いらないことはないんだけど、パーフェクトギア組む上では2のアーマーって不要なので、あ、これがついてんのか。あ、いいな、赤色。おまけがついてんだ。いやー、まあでもね、パーフェクトデビルが一応組めんのか。西洋なのにデビルなんだよな。よいしょ。金黒ネバー。さて、まあ全部出たので、ステッカー貼っていきますか。はい、というわけでステッカー貼り終えましたと。で、今回は7種類あるうちの一つ、ダイナマイト・バルキリーが出なかったので、完全なる西洋は組めないんだけど、一応デビルブレードがあるので、まあ、パーフェクトデビルベリアル西洋バージョンみたいなのは組めるかな。で、ちょっとステッカー貼ってる時に気づいたんだけど、俺のアストラルファブニルのコアのロックというか、このアーマー固定するパーツがすごい緩いの。すごい不良品っぽいんだけど。多分ね、これ不良だね。めっちゃ、このロック、引っかかりがなくて、引っ込んじゃうし、ちゃんと裏こう固定しても、さっきドライバーをね、つけようと思ったら、コアだけ吹っ飛んでいくっていう、面白いことになってたので。まあまあ、そこはちょっと残念かな。これはまあ、個体差の不良の一部だから、どうしようもないけども。じゃあ、とりあえずね、疑似的というか、デビルベリアルのパーフェクトギア西洋バージョン組んでみるか。まず、デビルベリアルから、DB コアと、まあ、今回は使うので、ブレードのデビルを拝借。本来はこれはダイナマイト・バルキリーのダイナマイトブレードにすると完璧なんだけど。で、お次。ギルティスプリガンから、アーマー。まあ、パーフェクトギアにするんだったらアーマーはなくてもいい気もするんだけど、一応ね。はい、アーマーを拝借。お次はバニッシュロンギヌスから、ディスク、ネクサスをお借りすると。ネクサスに関してもね、塗装してくれたらよかったのにね。結構な、毎回乱文に再録してるぐらいなんだから、そろそろ塗装ネクサス出してくれてもよかったかもな。で、次、アストラルファブニルのドライバー。では、お次はギャラクシーペガシスについてた、アーマーたち。で、ドラグーン V2 についてた同じくアーマーたち。で、これらのパーツを使って、デビルベリアル西洋バージョンと。まあ、途中でも言ったようにね、アーマーのついてるギルティスプリガンじゃなければね、一応パーフェクトギアとしてはできたんだけど、まあ出ちゃったのがこっちだったので、アーマー余るんだよな、結局。なんだったらネクサスじゃなくても、ネクサスの分が出なくてもよかったけどね。ネクサスはもう、再録に再録重ねて余りまくってるので。まあ今回は、ダイナマイトベリアルじゃなくてデビルベリアルの西洋バージョンになっちゃったんだけど、ダイナマイトバルキリーが当たっては、一応フルコンプにはなったのかな。ギャラクシーペガシスの F ギア、V ギア付属が2個出ちゃったから、狂っちゃったけど。まあ本当は今回、ランブ買う予定じゃなかったけど、どうしてもね、なんか買わないと落ち着かなかったので、7個買って西洋チャレンジっていう風にしたんだけど、チャレンジとしてはまあ失敗だね。デビルベリアルバージョンになってるので、チャレンジとしてはダイナマイトバージョンじゃないと成功ではないので、今回のチャレンジは失敗ですね。まあリベンジするつもりはないけど、どうだろうな、買うかな。多分買わないかな。まあ、とりあえず今回はデビルベリアルのパーフェクトギアという形で落ち着いたかな。というわけで今回はランダムブースターボリューム27でした。